よし、始めましょう。山中真司です。いつも真司ゴルフをご一緒いただきありがとうございます。今日はね、まず最初になんですけど、今日サングラスなんですけどね、ちょっとこれ決して生きてるわけではなくすいません、もうちょっと物もらいができてしまって、ちょっと皆さんに見せられない右目になっちゃってますんで、ちょっと今日はサングラスをかけてさせていただきたいと思いますけどね、よろしくお願いします。決して生きてません。はい、今日はですね、前回に引き続きね、苦手クラブを克服する3つの方法ということで、前回ねドライバー編をさせてもらいましたね。皆さん3つの方法していただいたでしょうかね。今回はですね、苦手アイアンを克服する3つの方法っていうのをさせていただきます。この3つの方法はですね、現に僕もやってまして、ボールを打ってね上達することも当然大事なんですけども、上達のためのこのストレッチドリルと練習方法っていうのをね、この3つをねやっていただくことで、皆さんのね苦手アイアンがすぐ克服できて、明日のラウンドにもまた今後にもつながる価値あるものになっていると思いますので、ミート率が高まることによって飛距離アップも高まってくるんで、ぜひ参考にしてみてください。アイアンが上手くなることによってゴルフ力はアップします。よろしくお願いします。真司ゴルフ。ではでは、苦手アイアンを克服する3つの方法、その1ですけどね、真司ゴルフでは皆さんに口酸っぱく言ってるように、ゴルフのスイングにおいてね、この左サイドが下、右サイド上っていうことですよね。肩と左腰が左サイド、右肩右腰が右サイドすれば、この左サイドが常に下、右サイド上のままでスイングする。よくねこういうふうにこうめくれるとかいう、この動作をなくすっていうことが、皆さんのスイングを成熟最短で叶えるドリルですね。まずこの基本、この動きはね、これに始まりこれに終わるぐらいと言ってもいいぐらいのこのドリル。まず一つ目のドリルとすれば、肩こう手当てた状態から、このまま左肩をしっかり下げた状態から、このままこうスイングするって、この体の根本的な動かし方をまずしっかりマスターしてもらいたい。左肩こう当てて手当てた状態、しっかり左サイド下右サイドでこう動かすってこと。決してねここでこうなることなく、肩が上がることなく、しっかりこの体のターンの仕方をしっかりやってもらいたいですね。しっかりこのターンの仕方をするってこと。これは肩だけじゃなくて、両腰にも手を当てて、このまま行って左腰が下、右腰の上でスイングするってことですね。こう左腰が下、右腰の上でスイングする。それがねよくね、ここからこうやって体重度を多くして、こういう風になってしまって、クラブがこう左腰が上がってしまって、ウエイトシートも余計に多くなって、クラブが下から上に振ってしまって、地面の打つボールっていうのはやっぱり上から下にしっかり打ち込まなきゃいけないので、そういう面においてやっぱりね、こっちがこう上がってしまうことによって軌道は絶対アッパーになってしまうから、左腰も下のまま、右腰が上のままでこの運動をしてしもらうっていう、このドリルですね。これは家でもできますんで、僕もこれは調子悪くなったりたい、自分の調子をもう一回整える意味でも、原点に戻る意味でも、この動きをしっかりしますね。この左肩サイド下、右サイド上のこの肩の動きも、上半身の動きもそうやし、左腰左肩あってのこの動きもそうやし、これはまずね、車で言うたらね、もうボディのとこですから、やっぱりボディの動かし方が歪んでることによって、やはりタイヤもまっすぐ進んでいかないですからね、ぜひこのボディね、しっかりこのドリルをしてもらうっていうことをまずしてみてください。これがまず一つ目の方法です。さっきのね、基本的なこの体のね、この動かし方をこうしっかりこうやった上でこれをボールを打つんですけども、あくまで余計な体の動きはせずに、左サイド下、右サイド上で体が動かしていく、手は勝手についてくるもんっていう風にこうすることによって、結構シンプルにスイングしてきてきます。肩の動きも体も動き、全部の中で腕は後でついてくる形で、この左サイド下、右サイド上で打つっていうことをすることが、真司ゴルフでは一番大事な体の動かし方なんで、ぜひそれをしてみてください。真司ゴルフ。次ね、2つ目の方法とすれば、さっきも言ったようにね、このミート率を上げる、芯を食ったショットをするっていうのもアイアンショットをね、克服するのに大事なんですね。やはりこの芯のミート率を高めるっていうところに大事なのは、テイクバックとバックスイングの動きですね。真司ゴルフでは5ポジションスイングって言ってますけども、1ポジションと2ポジションをしっかり作るっていうことですね。1ポジションとはどこかというと、手が右足の前に来た時は1ポジション、手が地面が、左腕が地面と平行になったら2ポジションっていうふうに言ってます。この2つのポジションをしっかり作るっていう面では、このドリルその2ですけどね、これはね、クラブを2本持っていただいて、こう2つに2本持って状態から、この状態からこの1ポジションでこう作った時も、このクラブ、両クラブが平行になっている状態を作ります。1ポジションでも体を動かして平行になっている状態、そして2ポジション、腕が地面と平行になってもクラブがこうやって平行になっている状態ですね。この1ポジション作って2ポジション作る、1ポジションで2ポジション、このクラブ自体が平行になっている状態、これは
腕とクラブを同調させる意味でもすごい大事なストレッチです。テイクバックでこうできても、例えばここから上げるときに左手だけでこう動いてこうシャフトがクロスしてしまうとか、ここでいって右手だけで上がってしまうっていう風にあるんで、これねぜひ皆さんやってみてください。どっちかが過度に動いたりしますんで、それをしっかり地面腕を持っておいて1ポジション2ポジションしっかり作る、こういう風に1ポジション2ポジション作るっていうことによって、あとはさっきやったドリル1であったから腰を回していくと、ここは自然に当たってくるんで、勝手に当たってくるってことですね。やはり新人ゴルフではインパクトを当てるっていうことはさせません。しっかりしたこの1ポジションと2ポジション、テイクバックとバックスイングを作ることによって体の回転で勝手に当たってくるということで、そういう意味でもこの日本のドリルで1ポジションと2ポジションを作る、この練習をしてください。これね結構ねコツとすれば二の腕をしっかり締めた中で体を動かすことをするんですね。そうすることによって皆さんやってもらって分かるんですけど、結構腕きついんです。でも結構この腕きついんですけど、この状態やった状態から今のやった状態からクラブをこう持つと、今でもやったり立てなんですごく一体感が出てくるんで、テイクバックとバックスイングが結構安定したものにできてくるから、ミート率も勝手に上がってきます。ちょっと打ってみますね。今の感じでここは二の腕も今もやりたてなんで、すごく左腕と右腕の一体感、クラブの同調があるんで、そのままからスイングしていってもこうすると今でも結構分厚く当たってるんですね。やはりこういうふうにテイクバックとバックスイングを、このドリルをすること、クラブを2本持ってのドリルをすることによってここが安定してくるから、やはりテイクバックバックスイングがスクエアな動きができてくるんで、分厚い芯の食った芯に当たるだけじゃなくて、分厚い芯の当たり方になってくるんで、これもやはりゴルフ上達には大事です。またね、今のこの1ポジション2ポジションしっかりすることによって、ここの動きって言ったらね、アプローチの動きも一緒ですんで、ぜひねこれをやることによってアプローチも良くなってきますから、このクラブ2本の持つドリルをぜひやってみてください。ではね3つ目なんですけどね、この3つ目っていうのは、フォローの形なんですね。やはり皆さんねちゃんと当てるためにはこのインパクトの形を求めるかもしれないですけど、この3つ目はいわばテイクバックバックスイングが上がって打った後のこのここの位置ですね。このフォローの位置では新人ゴルフで言ったらポジション5の位置ですね。この1ポジション2ポジション3を切り返して4打った後のこの5の位置においてどういうことがあるかというと、ここの5の位置によって皆さん結構手元が離れる人や手元が上がる人がすごく多いんです。これ地面から打つクラブにおいて、このインパクト、このフォローの5の位置での手元の位置っていうのがすごく大事で、打った後に手が上がってしまうということは、軌道的にはこの間から打った後に手が上がるっていうことはみんなで分かるんですけど、このどっちかというと下から上に振ってる感じ見えますよね、手元が上がる人って。もしくは手元をターゲットに出そうとする人も、やっぱりクラブがインサイドからアウトへ、またクラブを下から上に振る動作が多くなります。これって地面から打つのに対してはすごくタブーなんですね。やはり打った後において、この打った後においてこの手の位置が低いと近いっていうことが大事。まあ目安とすればアドレスと同じ距離でいいんですけど、これがどうしても高いと遠いになる人が多いんですね。こういうふうに近いと低いをしっかり意識することによって分厚い、これもインパクトになってきます。皆さんこうアイアンってフルスイングを基本やと思ってはること多いと思うんですね。こうやってこうバーンと打つフルスイングを基本やと思うんですよ。いやそれも大事なんですけど、フルスイングばかりしてしまうとこのインパクトがフォローでの手の位置っていうのが浮いてしまって、ミート率っていうのは低くなる、むしろ芝の上から打つっていうことができなくなるんですね。そういう面において、この今回出たこの3つ目はしっかりバックスイング取った上で、さっきの言ったね体の動きもしながら1ポジション2ポジション作って、打った後に相手ここでこう止まるっていう素振りをしてください。ずーっと打ってとこう止まる、ここが近いのと、低いっていうことですね。しっかり打った後にこうボーンとこう止まるっていう、この練習も素振りも大事ですし、このままからこの状態でこう打ってもらうのも大事です。これによってこのインパクダウンスイング、インパクトフォローの軌道が安定するんで、ミート率も上がっていきますし、飛距離アップにつながります。やっぱりこの手元っていうのは視点なので、例えば視点がこう動きすぎる人っていうのは、この原理で言えば、この原理ではこの視点を止まってればエネルギーが出るけども、手元という視点をこう動かす人は結局この視点を動かしてしまってるんで、この自分は頑張ってるけどもヘッドのエネルギーはないんですね。だからよくこういうふうにこの手元をこう動かして、こう高いフォローとこう出そうというこういうふうにしてるんですけども、手元自体が動いてるからボールが飛ばないんで、この5のポジションで手を低くするっていうことはやっぱり強いインパクトを与える、
強いてはね、この手元がこう低いっていうことをするとしっかりインパクトをフォローにかけてこう体重を乗せていけるんで、しっかりこうボールにも強くヒットして飛距離アップにつながります。この3つ目をするにしても、さっきの言ったね、左サイド下右サイド上の体の動きをして、この5の位置を気をつけるっていうことですね。はい、この3つ目をすることによって皆さんの分厚い芯の当たり方と飛距離アップ、芝の上からの負けない、当たりになってきますので、ここもぜひ参考にしてみてください。心理ゴルフ。じゃあそしたらね、この今日3つの方法言いましたね。まずおさらいずつ、1つ目はですね、こう手をこう当てた状態で左サイド下右サイドで体をこう動かすっていう、このドリル、肩だけじゃなくて両腰にも手を当てて左サイド下右サイドで体を動かすっていうことですね。まずこれを一つすることと、でもう一つはね、クラブをこう2本持っていただいて、このテイクバックの位置とバックスイン位置をこういう風にしっかりクラブを平行でできるっていうこと。やっぱりよくね、左手だけでこう動く人や右手だけでなる人もいるから、ミート率の高いショットをするためにはこのポジションをしっかり平行してやるっていうことですね。でそうすると最後の、3つ目のポイントすれば、この5のポジションでしっかり手元が低いっていう、こういう素振りをするっていうことですね。素振りをすることによってインパクトもしっかりしたものになってくるし、エネルギーが加えやすいっていうことですね。それを踏まえた上でちょっとこれ打ってみたいと思いますけども、しっかりこうテイクバックを作って、この体の動きをしながらテイクバックを作って5の位置で止めるっていうことにするとね、今でもしっかりグッと押さえた球が鳴ってきます。でこの球をしっかり打ってるとフィニッシュまで振れなくなるんじゃないのっていう風な感覚になる人もこういるんですけども、いやそれは全然誤解で、しっかりこの練習した上で普通にフィニッシュまでここからこうパーンと振るのでも、この練習をしているので一回この強いインパクトフォローの体重に乗せた姿勢があってフィニッシュを取るっていうことが勝手にできてくるんで、この練習をした後に普通にフルスイングをしてもらっても、ちょっといつもよりこの5の位置がしっかりできてますから、しっかりこう皆さんにも抜群インパクトで風にも負けないねショットにもなってきますから、皆さんのアイアンもよりね、苦手を克服するし、よりアイアンもっと上手くなってくると思いますので、ぜひここもやってみてください。ありがとうございました。今日はすいません、サングラスで、ナルさんすいません、今日目のね、目バチコが、右目目バチコできて、目バチコ、目バチコって何ですか？目バチコです。初めて聞かれた、目バチコ、目にこうできるやつ。あー、モノモライ的なんですか？あー、そうっす、モノモライ的なやつ。モノモライ、モノモライ、モノモライ、え、目バチコって関西だけ？え、聞いたことないです、僕は。どういうことですか？こう、まあもうちょっと皆さんにお見せれないんですけどはい、モノモライです。モノモライ、目バチコ、はい、モノモライです、はい、目直します